はい、こんにちは、こんばんは、和之助です。今こんな感じで動画がスタートしているわけですが、突如メイン PC の調子がおかしいということに気がついて、今こんな状態になっています。普段使いでは特に問題がなかったんですが、ある日突然ゲームをやり始めたらカクつくなぁと思って確認してみたら、 GPU のクロックが全く上がっていないことに気がついてかなり焦っていて、で途中から動画を撮り始めたという形です。これは治った後にベンチマークを動かしているんですが、通常ゲームなんかをやっていて負荷を上げるとこんな感じで GPU クロックも上がって CPU 使用率もちゃんと上がるんですが、なぜか急にこれが上がらなくなってしまいました。グラフィックボードが故障したかなと思ったんですが、まあ結論から言うとグラフィックボードは故障していませんでした。普段は何もなければやらないんですが、原因は最近グラフィックボードのドライバーを更新して、まあ、それが原因でした。というのも、つい先日10月の31日に Windows 11の大規模アップデートでバージョン 22H2 から 23H2 への更新があって、 Windows のバージョンとグラフィックボードのドライバーが合っていなかったことによるパフォーマンスの低下でした。まあアップデートすれば治るっていう、まあ単純なことなんですが、気がつくのに時間がかかりました。グラフィックボードも購入して1年ちょっと使っていて、ちょうど保証も切れていて、まあ、RTX3080 ということで、まあ、値段も10万ちょいしたので、まあ、かなり焦りました。グラフィックボードの故障の原因としては主にパソコン内の発熱によるものがほとんどで、グラフィックボードのコンデンサが壊れたり、ハンダが割れて接触不良を起こしたりといったことが主な原因となります。ただ PC の温度には気を使っていて、真夏でも70度台で安定していて、まあ、何よりまだ購入して1年ちょいなので、まあ、パーツの寿命で壊れるっていうのは考えにくいなと思っていました。はい、そしてグラフィックボードを外してみるとオイルブリートが発生していました。これは冷却用のサーマルパッドが高温によってシリコンオイルが染み出している状態で、端子なんかにつくと最悪故障してしまうので、見つけたら早めに掃除しておいた方がいいみたいです。もうすでに拭き取ってしまって分かりにくいんですが、オイルにホコリが混ざってねっとりした状態になっていました。まあ、高温になりやすい RTX3000 番台のグラフィックボードでは結構起きている問題らしいです。ということでタイトル回収。今回の動画の本編、PC のグラフィックボードのサーマルパッドを交換しようということです。はい、とその前にこのチャンネルではガジェットやパソコン関連の動画を上げていきますので、もしよろしければぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。それではグラフィックボードを分解していくわけですが、ご覧の通り焦っていたということもあり、すでにネジを外した状態からのスタートです。もともとはこんな感じでバックパネルがネジで止まっていて、これをすべて外した状態が今の状態です。とするとバックパネルが外れます。一度外しているので簡単に外せていますが、サーマルパッドがぴったりくっついているので、実際は剥がすのに結構力がいります。そしてそのまま基板を外します。あとすでに外してしまっていますが、この時に冷却用のファンのコネクターも外しておきます。そして GPU のチップもすでに綺麗になっていますが、これも本来はグリスが塗ってあります。まあ、軽く拭き取ってしまいましたが、メモリー部分を見るとサーマルパッドが密着していたところからオイルが染み出てオイルブリートが発生していました。そしてこれが一番存在感のある冷却用の超巨大なヒートシンクですね。3連ファンもついているのでさらに巨大になっています。こちら側にサーマルパッドがべったりと貼り付いています。はい、で今回このサーマルパッドを交換していこうということでございます。見てみると色の違うものが使われていますが、厚みの違いで色分けされているので同じ厚みのものに交換していきたいと思います。ちなみにサーマルパッドはバックパネルにも付いていますが、こちらはこのまま使っていきたいと思います。あとグラフィックボードは分解した時点でメーカー保証の対象外となります。もし分解する際は自己責任となってしまうので注意してください。そして今回使用するサーマルパッドはこちらです。メーカーは CPU クーラーでは有名なサーマルライトのものです。そして事前にサイズを測ったところ、サーマルパッドの厚みはこんな感じだったので、こちら 0.5 ミリと1ミリの2種類のサーマルパッドを組み合わせて使っていきたいと思います。冷却性能は純正が 6.8 ワットで、こちらは 12.8 ワットなので純正と比べて約2倍の性能があります。
効果のほどは後で過去動画と比べて検証してみたいと思います。ちなみにこれで4000円くらいしました。中に入っているシートはこれ1枚で保護フィルムが貼ってあります。それではこちらをカットしていきたいと思います。地味な作業なのでカット作業を早送りしていきます。パッド自体は柔らかくて簡単にちぎれてしまうので保護シートを剥がさずにこのままカットします。パッドの量がギリギリで必要な枚数も多いので長さと厚み分を間違わないように慎重にカットしていきます。はい、ということでカットは終わりました。多分間違っていないと思います。そして最終的に厚みに合わせてサーマルパッドを貼り合わせたものがこちらです。はい、そして今度はヒートシンクをきれいにしていきますが、また細かい作業になるので早送りしていきます。これがまた粘土状になっていて間に挟まっていて剥がすのに一苦労しました。ある程度きれいになったところでこちらのパーツクリーナーを使ってきれいにしていきます。専用品としてはエレクトロニッククリーナーもあるんですが、ちょうど家にあったのと成分が同じ石油系溶剤なので、こちらを使用しています。実際使ってみても問題はありませんでした。水道水でバシャバシャ水洗いする強者もいるくらいなので問題ないと思います。拭き取りに使用するのはこちらのワイプウォールを使用しました。厚みがあって破れにくい丈夫な紙ナプキンといった感じでしょうか。細かい繊維も出ないので電子部品や工業用途から家庭のキッチンとかでも使えます。ということで落ちきれなかったヒートシンクをきれいにしていきます。一度軽く拭きましたが間に挟まったやつもできるだけきれいにします。基板も入念にきれいにしていきます。多少オイルブリードの跡が残っていますがこれでいこうと思います。はい、目詰まりがひどかったヒートシンクは、最終的にこんな感じになりました。では綺麗になったのでサーマルパッドを貼り付けていきたいと思います。はい、ということでまた早送りします。位置がずれるとちゃんと冷却できないので注意しながら元々ついていた場所に同じように貼り付けていきます。はい、ということでこんな感じに仕上がりました。そして基板のコンデンサーには位置がずれないように直接貼り付けておきました。はい、そしてヒートシンク側はこんな感じになっています。これで多分大丈夫だと思います。あとは GPU のチップにグリスを塗っていきます。専用のグリスっていうのはないので CPU のグリスを使います。グリスは私いつも使っている Amazon で一番安いやつ。はい、グリスはね必ず必要なものなんですが、費用対効果を考えると個人的には高性能なものは必要ないと思います。グリスの塗り方はインテル推奨の塗り方、米粒大に盛れば OK です。ただチップが大きいので気持ち量を多めにしておきました。あとは合わせた時にヒートシンクの圧力で勝手に伸びるので特にグリスを平らに伸ばす必要はありません。それではこのまま閉じます。横からヒートシンクと基板がずれないように確認しながら閉じていきます。ちゃんと密着していることを確認して完了です。もう一度横から見てヒートシンクが密着しているのをちゃんと確認します。もしダメだったらサーマルスロットが発動してシャットダウンするので、その時に位置調整します。多分これで大丈夫だと思います。そして最後にネジを止めていきます。ネジは緩んでいたりするとちゃんと放熱できない可能性があるので固めにしっかり止めておきます。そして GPU 周りを固定するプレートも取り付けます。ちなみにこのシールに穴が開いていると分解したことになって保証対象外となります。はい、では終わったのでパソコンに組み込んでどれぐらい効果があるのか検証してみたいと思います。はい、ということでメイン PC に組んでいきたいと思います。ちなみにこの PC ケース、クーラーマスターの NR200 というケースなんですが、小さいのに大型グラフィックボードも載せられてよく冷える PC ケースなのでおすすめです。弱点といえば小さいケース特有の配線が大変というところですね。スペースが限られているので配線に結構苦労しました。ただ組んでしまえばとても良いケースです。以前の動画でも紹介しているので興味のある方はチェックしてみてください。はい、ではサーマルパッドの効果のほどを見ていきたいと思いますが、グラフィックボードに負荷をかけるならゲームが手っ取り早いので以前の動画と同じ環境でベンチマークを回して温度変化を比較してみたいと思います。ちなみに PC のスペックですが、 CPU は Ryzen 7 3700X、 グラフィックボードは GeForce RTX 3080、 メモリーは 32GB、 データドライブは M.2 SSD の 1TB のものです。
それではベンチマークを回していきます。温度変化を比較するために前回の動画で回していた FF15 ベンチで行います。設定は高品質、解像度は 4K フルスクリーンで行います。今負荷をかけるために 4K 解像度で回していますが、普段ゲームをやるときは 2K 解像度でやっています。まあ、このモニター28インチなんですが、正直28インチだと 4K と 2K 画質の違いが全く分かりません。むしろ 2K の方が設定上げてもサクサク動くので 4K よりも快適です。実際現状 4K で快適にゲームができる環境ってかなり限られているんじゃないかなと思います。ということで話を戻して、 GPU 使用率 100% でがっつり負荷がかかっています。そしてピーク時の温度の詳細をハードウェアモニターで見てみると、 GPU 温度はマックス64度、メモリーの温度が80度、ホットスポットは約85度となっていました。それでは以前の動画で同じ環境で検証した温度を見てみましょう。こちら GPU 温度はマックス 66.7 度、メモリーの温度が90度、ホットスポットが 80.9 度となっています。そして比較してみるとこんな感じ、全てにおいて温度が下がっているのかと思いきや、なぜかホットスポットだけ上がっていました。まあでも相対的に見て温度は下がっています。特にメモリーの温度が10度と顕著に下がっていて、まあ、結果としては良かったと思っています。ということで今回はグラフィックボードのサーマルパッドを交換してみましたが、いかがだったでしょうか。実際やってみて思っていた以上に効果があって、私自身もびっくりしました。温度が下がることでパーツの寿命も長くなったり、ファンの回転も下がるので静音にもなっていいことだらけです。サーマルパッドの交換はリスクもありますが、やるだけのメリットもあるので自己責任にはなりますが、興味のある方は挑戦してみてはいかがでしょうか。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。今後もガジェットやできるだけ分かりやすくパソコン関連の動画を出していきたいと思いますので、もしよろしければ高評価とチャンネル登録お願いいたします。それでは以上となります。ご視聴ありがとうございました。